高安県物語は、1954年に発表された戸川幸男による日本の短編小説。戸川幸男の第一作であり、代表作にも挙げられる。第32回、直木賞受賞作。書出は、大衆文芸1954年12月号。直木賞受賞により、オール読み物1955年4月号に再録。 戸川自身の旧姓山形高校時代の実体験を元に一部フィクションを交えて描いた半自伝的小説である。戸川によれば、長谷川真が主催する信用会に入門してから間もなく、長谷川から信用会賞を制定し、年間の最優秀作に与えることにしたので、文科生で割り当てで何かを書いてくるように言われ、執筆した作品であったという。 東京書籍の小学校高学年の国語の教科書などでも紹介されている。高安県は山形県東大北間郡高畑町高安を中心に繁殖した中型の日本県で主に番犬や熊良犬として使われていた。昭和初期、古生物学に興味を持ち山形高校の理科に進学した私は絶滅した山犬に興味を持って調べているうちに 学友の大関から日本犬のことを教えられ、次第に興味をそちらへと移していった。ある時、大関は私と日本犬の同行仲間であるパン屋の主人、木村屋に高安犬を探しに、米沢に行こうと呼びかける。だが、当時すでに根血が進み、純血の高安犬は絶滅に瀕しており、探しても、よぼよぼの老犬が二頭見つかっただけであった。 大関と木村屋は創作を諦めたが諦め続けずに探し続けた。私は和田村でついに一頭の高安県を発見する。それは吉蔵という漁師の飼い犬で、なお、ちんと言った。木難し屋の吉蔵は私に全く取り合おうとしなかったが、私は熱心に吉蔵の元に通い詰める。やがてチンがポリップを発症したため、私は吉蔵を説得し、 手術費用を出す代わり、木村屋が陳を引き取ることになった。だが、山形市に連れて来られた陳は、間もなく、隙を見て逃げ出し、和田村の吉蔵の元に戻ってしまう。結局、手術は吉蔵を伴って行われたが、この手術を境に陳は、私たちにも懐くようになり、結局、木村屋で変われることになった。冬のある日、陳を散歩させていた、私は、 東北統計会の横綱である、都佐県、み光と出くわす。まだ手術後の傷の癒えない体でありながら、み光と対決し、ついに倒してしまう。春になって、陳は、ダムに落ちた子供を救い出し、このニュースは、新聞でも取り上げられた。やがて、私と、尾関は卒業してそれぞれ、東北帝大と北大に進学したため、陳とは離れ離れになってしまう。 その年の二学期、チンはヒラリアに倒れ死去する。私と木村屋は、最後の高安県の姿を永久に残そうと、宇前長崎の白星市に白星作りを依頼するが、出来上がってきた白星は無残な出来栄えで、とても後に残せるものではなかった。私と木村屋は、故郷の和田村に、チンの白星を葬ることを決意する。ありがとうございます。